はい、どうもハリウッドでございます。さあ今回はですね、ファイナルファンタジーレコードキーパーラッキー装備召ラッキー装備召喚ボリューム3ってとこですね。今ですね、現在3月24日2時24分でございます。あと30分でこれ終わるんで、まあ駆け込みってやつですね、やっていきたいと思います。今回ですね、もうこれ15時からかな、レッツフェスが始まるんで、まあね、フェスに向けてミスリル結構たまわるんですが、これ結構かなりいいっすよね。星6はオーバーフロー奥義付き装備が確定ってことなんで、とりあえず持ってない奥義関係欲しいっすね。本当はチェーンの方が欲しいんですが、まあそんな言っているあれもないんで、まあ入れて、今マサキ攻略を第一に掲げてるんで、やっぱね、オーバーフロー奥義その属性のアタッカーとしてね、今行きたいところでもらえるとかなりでかいんで、ということで、11連引いていきたいと思います。頼むよ運営さん、マジで欲しい。ミラボがね、多分1個は出るってことなのかな、それともミラボが出たら奥義確定ってことなのかな。まあちょっとそれは引いたらわかるでしょう。さあ行きましょう。回す OK。 はい、これミラボ3は硬いかな。ミラボ33個くらい、うす、まあ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 2個。星6はオーバーフロー奥義確定ってことはもうあれですよね、2個とも奥義。まずは持ってないの、あーこれ多分持ってないはず。もういっちょ、ん、誰かの刀。いやでもこれを見た記憶がない気がするけど、どっちもニューな気がするけど、まさか、あぶ、あー開演な、この間当たりましたね。オッケー、こっちはノクティス、ノクティスさんじゃないですか、ありがとうございます。ノクティスはねめっちゃ嬉しい。クリティカル 100% のダメージ限界突破の超強力な3回連続の物理攻撃だから、これはあれですね、まとったりさえしなければ魔属性か。ありがとうございます。これ大当たりじゃないの、どうなのかな。いやめちゃめちゃいいでしょ、だってクリティカル率 100% ダメージでしかも限界突破可能の超強力なさ、ありがとうございます。これは大勝利じゃないですか。まあ火炎さんのこっちはあれでしたけど、いやいやもう全然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 ありがたいです。はい、ということで今回ですね、奥義無事ノクティスさんゲットできたんで、戦力大強化で馬石にですねうまく突入できるんじゃないかと思います。はい、ということで今回の動画こちらの方で終わりたいと思います。また他の動画見てくれたら嬉しいです。それでは失礼いたします。バイバイ。